ロクヤか。先生、記憶は知ってるんですか？都市伝説でしょ。あなたの一番大切な記憶は何ですか？記憶屋に俺との記憶を消されたんじゃ。電話も電子心配したよ。あの、どなたですか？は？記憶屋、それは人の記憶を消せる存在。そんなに記憶屋調べてどうするの？必ず取り戻すけ。娘に悲しい思いをさせたくない。人間はいつか忘れていくし消えていく。俺の彼女も記憶屋に記憶を消されたんです。約束したんじゃ、俺が取り戻すって。記憶を消してでも。記憶を消さなきゃ生きていけんほど辛いことがあったらどうするん？永遠に残る感動の結末。守りたい愛がある。記憶屋、あなたを忘れない。